若い世代、女性の声というのを自民党の中でしっかりと訴えていくことが大事だと思って新しい自民党を作るんだと。うちは造り酒屋を毎年なんで300年この地で商売をさせていただく中で、山形の人に感謝しなきゃいけないよって小さい頃から言われて育ちました。こちらが曽祖父の大沼安吉第10代山形市長になります。名誉市民第1号と誉れをいただいたのは大変にありがたいことですし、その曽祖父に恥じないように私も頑張っていかなきゃなというふうに思っているところです。女性の声が届いていないなというのはすごく実感しましたね。で、子育て中のお母さん方の声を代弁し、そのお母さん方がより子育てしやすい環境また社会にしていくためにはどうしたらいいのか、認知症の祖母の介護を母とする中で、やはりこの認知症の政策国で何やってるんだろう、全く見えない状況でありました。昨年は大変大きな災害が続いた年でありました。局地の激甚災害指定を要望してまいりました。現在の状況について大臣にお伺いしたいと思います。先生もですね、すぐ入っていただいて各関係機関にですね連れて行ってもらったり、さまざまして連携しながら、まあ、いろいろと対策を講じてまいりました。闘病生活を経て去年の10月に他界しましたけれども、最後の父の遺作にも書かれているんですが、良きことはカタツムリのごとくにしか進まないと、でも確実に前進しているんだと、山形県内隅々出かけていってここを少し良くすればもっといい社会になるんだよってみんなそう思ってる、そのことを私自身に伝えて、私自身もその声に応えていきたいと思います。私と同じ立場で頑張ってらっしゃる姿を見て、働くママにより良い環境を作っていけるようなところに頑張ってもらいたいなというところで期待しています。